DAW レッスン、堀田です。鈴木です。ダウトーク。この番組は DAW レッスンの講師陣二人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。えー、YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、ぜひチェックお願いします。というわけでして、えー、今回はですね、 ちょっと和やかな感じですねきっとねんはい、はい、曲作りは料理と似てる説 <laughs> これ<う>これに行きたいです<う>幸い、はい、鈴木堀田どっちも料理しますしどっちもミキシングもしますしどっちも曲も作るんですようんそうだね <laughs> 割とね鈴木邸に行ってこう収録ね今リモートとリモートじゃない時とまあ2パターンが分かれて今やってる感じになってるんですけれどもおは,おは,はい ね、ご飯振るまってくれるじゃないですか暇な時はねうん <laughs> い<た>い暇っていうか余力がある時はねそうです言われてみれば最近オートエとかだねちょっとこの何回かねいっぱい取りたいものがあるからね <laughs> っちり結構ぎっちりやってるから <laughs> <laughs> あれだけどまあなんかね一時期はステーキにねこだわりを入れてくれたりとかねなんかねん、はあ、鈴木さんちのご飯結構バリエーション多いよね <laughs> 多いと思うわなんか総菜とか買ってんのってさ俺じゃだけじゃない下手したら一緒に買い物するんですよ、はあ、あの行く時なんかご飯どうするみたいな、うん、歩きながら交、まあ、流してうん、うん、で大体鈴木側はなんか何かを作るっていう選択になるんですけど僕はなんかそれのちょい足しでなんかうん、うん、自分でなんか変な鶏から食べたいみたいなとか大体なんか狂ったようにステーキ食べたいって言ってるかどっちかなんですけどそうっていう流れもあり え料理始めてどれ結構た<え>でも元々もだって料理しなかった人だよねほぼほぼうんそういう意味ではギターと一緒ですようちここ10年 <laughs> ギターと一緒でなんだよだ <laughs> 通じないですよね今のおじゃいや、まあ、俺はめちゃくちゃ通じるけど <laughs> <laughs> この人もギター木材だからって言ってたから最初の頃マジどんだけとんがってるんだって思ったけど今だかなってはねちゃんと弾くし、ね、ちゃんと内訳が2つあるっていうものも増えていたっていう。 だからなんか鈴木さんってさもともとさ俺のイメージだよ、うん、パスタをさ、うん、あのチンしたらさ出来上がるやつあるじゃんあのパックみたいなやつにてさでであレンジで出来るやつ、ね、ああそう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 ,そう,そう、うん、あるあるあるあのイメージがすげえかったんよ、うん、で全てドラッグストアでこう完結してるイメージがあって効率、うん、とはみたいなでなんかビタミン剤とかなんか置いてあるイメージだよほんとだあでもさ最初の頃でもさでもさ,でもさ、うん、今なんか時代が進んでさ、うん 現実ににドラッグストアでで完結できるようになったよ、ね、<laughs> まあそうだねでもその <laughs> そうなる前からすでに君はドラッグストアの人だってよそれって本当に衝撃を受けたんだよああだ、ね、マジ、うん、パスタソースとかねあるかぐらいスーパーってあんまり行ったことなかったからね昔まあそうだよねうん私当時またねこのいつもの昔話フェーズになっちゃうんですけどね車で移動されてたんだよあなたああそうだねそうだねだんで余計その ちちょょっっっとと買いい出ししにに行くにしてもたんかじゃない今思えばああだるかったのかもしれないしうん、うん、そうかもねもしかしたらだけどねっていうのがあったのかなとか思ってみたりもしてたんだけどでもそっから考えたらさだって何でも作れるじゃん今そんなことないよ作れないもんあるなんか、まあ、フレンチがどうとかっていう気,いう気はないんだけどさいわゆるなんかその一人暮らしでどうのって言ってる内容のものについてはだってもう一般の男性の基準はるかに超えてない そんなことはないんじゃないかな。うん、そうかな。うん。だってハンバーグのさあの鉄板みたいなやつ持ってんじゃんなんかなんだっけ<え>あれスキレット？あ,あそれあれ絶対ないよ。<laughs> あるよ。<laughs> ないよ。<laughs> ないよ。だん独身男性の家でどこにあんなもんがあんでなかなか見当たらないよ。なんか鉱物はアヒージョですみたいなさ<ー> <laughs> 人はさ <laughs> めちゃめちゃおしゃれやん。<laughs> いやそんなことない。とどこだって今売ってるし。あ まあでも実際なんかさ、うん、こう曲作る人たちってさご飯こだわって作る人多くない結構多い多いですよ多いですよあれ何なんだろうねえストレス解消じゃないかなやっぱり探求心とかになってくるのかな性格も結構さ、うん、作品作りに出ないうーん何だろうねその 多分傾向と対策として家出ないじゃん家っていうかその1箇所出ないじゃん、うん、ウェイってしないじゃんあんまり外でそうだねそうなると徒歩20歩圏内で全然違うことをしたいってなると思うのね、うん、はい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 そうした時に時間,が時間とお金を消費できて、うん、かつ心がなんか満足した気になれるのって料理なんじゃない <laughs> すげえ <laughs> そう言われるとそんな気もする。 <laughs> わかんないですけもちろんもちろんあると思うんだけどいやでもさすっごい忙しくしてる人とかでもさ、うん、ビビるぐらいなんか手の込んだ料理みたいなやつをささっと作ったりとかするときにさ、うん、うわーってなるのよねだからでもそ,そういうのでいくのであればさ、うん、あのちょっといい調理器具を買うっていう感覚は、うん、プラグイン買うのと似てますよさ、うん いやこれ買ったらあの俺最強なんだよみたいな私なんか便利だよねこれみたいなとかさ <laughs> そう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 ,そうこれはねきっとねあるとねいいやつですみたいな、うん、キッチン用品とかさやっぱ見るようになったよね、うん、まあ最近うちはちょっとそこサボってるけどいやサボってるか、うん、だって釜 <laughs> ご飯とかだって釜炊きでしょあなたのとこ釜あの土鍋炊きでしょああ土鍋だねそうだね、うん、でも あれだよあの炊き込みご飯とかする時は炊飯器でやった方がら早いってことには気づいた、うん、あ違う違うんだなんか <laughs> なんか違う気がするさすがにそれはやったことないからな未知の領域なんだけどあでも土鍋の方がね炊くの早いのよあーでもこれ土鍋だけの人ね、うん、俺近くでも現れたんでうん、うん、あこれはやっぱそういうことなのかもしれないみたいな同業の人でさ「いや釜炊きうまいんすよ」とか「食べますみたいな。 っ <laughs> っ全然こなんかすげえ今回違う話になってるけど <laughs> <laughs> あの料理っていうとすごいあれだけど、うん、コーヒーにこだわってる人も多いよね。おいだってうちらお互いやってそうじゃん結構割とやってる方だと思うよ多分。ああまあちゃんと手で引くしね。鈴木さんだって最終的に手回しに戻ってきたけどさその前,前までデロンギとか入れてたっしょ。うん、デロンあ一時期、はい、あとか だあのフィルターだってフィルターじゃないわあのんだっけあの落とすやつフィルター粉落とすやつあのフィルターのさ鉄だったりとかさああそうだねハリウッドメリタだみたいなうん結構経過してるよね鈴木さんね多分ねプラグイン買ってるのと感じると一緒そう見てるとこれあったらいいよねカンハかんじゃんねみたいな感じでこれ性格出ると思うんだよねうちもあの円す型のやつ一択でさ たまに一回寝るドリップとか言ったんだけど、寝る、うんうんうん、ドリップなんて全然やるやついなくてさ、情報がよくわからないみたいな。<laughs> ま後た調べたらちゃんと出てくるんだけど、<laughs> そうだね。そう、なんか性格出んな、これと思って、その頃鈴木さんはなんかあの鉄のさ、ステンレスのなんか、シャキーンってなってる、あの、塩水のドリップ上がってて。はい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 。あの、ずっと使えるやつね。きれきれがいいんだよって言ってそうそう,そう<レ>あの油がね、<laughs> 取れるんだよね、みたいなさ。 そういう意味だったんだあれうん味がキレがちょっとコーヒーってさ油浮くじゃん浮くねあれがね取れるからすげえすっきりした飲み口になるのよちょっとそう言われると気になるのただね難点は洗うのが大変そうだよねうんそうそうそうあの紙フィルターだとね捨てるだけだからね でも逆にさなんかもう捨てなくていいんだみたいなもう買わなくても別にいつでも使えるんだっていう頭でさ、うん、思っちゃったりもするとことかあったりとかでさうんまあでも捨てた方が早いようんそう後からそれも気づくってやつで <laughs> <laughs> ガシャってなるんだよねみたいなそう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 まあ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 、うん、えーっとそうですね、うん、料理に似ているっていうのは割とレッスンとかでもお話しすることが多くてはい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 で料理する人しない人ってたくさんいらっしゃると思うんですけどうん の、ね、の話っていうのはしますね塩<梅>例えば、うん、うんとみんなラーメン好きじゃんすごいわけわかんないこと言ってますけど、うん、ラーメン嫌いな人ってあんまりいないと思うんですよ日本人そうねその時にじゃああなたはラーメンが手元にあります、はい、ここに醤油とかを今後味付けをしていきたいなと思った時に、うん、まず味見をしませんかっていう話をするうん,う,んう,んうん。なっていう味見て ちょっと俺はもっとこういう方が好きだなっていうのをみっくら考えてから調理料入れますよね。な、うんまあ何の話してるかと,いうとミックスの話ですね。なんで、うん、今鳴ってるものっていうものを見てからじゃないと EQ もコンプもリバーブもディレイも差しようがねえですよっていう話をしたい。うん、っていうところでいくとい、うん、まあその見る視点としては似てるのかなとは思いますね。なんそうですよ、ね、だろうアレンジとかもそうだと思いますけどね。 今足りななないいものってんだろうみたいな塩分が足んないのかなそれとも酸味かなみたいなうんアレンジーはどっちかっていうとなんかね上に乗せているものなイメージありますけどねなんかね<ー>どんぐらい器に乗っけきっていくのかみたいな派手に見せるのかそれともなんか寝室貢献みたいな感じにするのかみたいなまあでも抜いていくっていうのも大事だけどそうだねまあでも唯一違うとしたら料理の方が一方通行かな、うん、一方通行<の>、うん、やったものを戻せない 今一昔の収録もそうでしたね。そういうよね。ああまあまあそうかもしれない。そういう意味でいくと、であればそうかもしれないね。面白い。うん。確かに確かに。やったものは戻せない。確かに。そうそうそう。だから醤油入れちゃったら、醤油がなかったことには戻れないんだよね、頃には。違うところで調子料合わせていかなきゃいけないっていう、そういう意味でもミックスダウンに近いですよね。うん。あり合わせでご飯を作れるかみたいなとこもあるかもしれない。そうそうそう。 素材として上がってきたものから、うん、この成分いいだねとか、うん、本質的な変更ができないのがミックスダウンだと思ってるんですよ私はい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 、はい、なんで何が言いたいかっていうとアレンジが大事だよってまあね積みの具合でこうねバランスというかその立ち方が変わりますもんねどうしてもねうんそうですねなんで 多分感覚として一緒だと思うんですけど、うん、ミックスで悩まれてる方の半分ぐらい,はい、はい、半分以上かな場合によっては、うん、はミックスというよりかはアレンジで解決できることですよね。ってないあ<る>だよねっていうなんかすごい溜まってたりとかものがそうですよねこれは聞こえなくなっちゃいますよみたいな結局なんかそのものが増えれば増えるだけ何て言うんですかね待機って言ったらいいですかどうん、うん、どんどん一人一人人のの持ってるさそのさそ ポジションを狭めていいいかなななとさ聞こえづらくなるじゃない <laughs> そうだね、そうだね。だから、なんかこう、いろいろあったら、派手にっぽく見えるんだけど、結局、なんか、こう、混濁しているというか。<laughs> まあ、なんか、<laughs> ミックス万能説みたいなのがあるからじゃないかもしれない。ボリュームでね、なんとかすればいいじゃないですか、みたいなふうな感覚もあるのかもなんだけども、みたいな。そもそものところで、こう、本当にこのウェイパーは必要なのか、みたいな。そうだね。そうそうそう。うまくなるけどさ、みたいな。 大丈夫かみたいな風な感じでいけたらいいなっていうのはありますね結構ねでもねやっぱあれじゃない結局作曲者とさアレンジャーさんとさミキサーさんとさっていう風に、はい、まあ分業されているわけじゃないうん、うん、なんとかしなければならないセクションがどんどん後ろになってくるわけじゃない <laughs> うんそうだね上がってきましたこれで終わりですみたいな後ろに行けば行くほどできることは狭められますからねそうだよね だからこそ最初の仕込みが大事なのかな、みたいな、こう、素材選定から始まってさ。うんうんうん。やっぱりどんだけ、こう、いい曲だっていうふうな感じだったとしても、なんか、うまく弾けてなかったら、弾けない。なんか、うーんってなっちゃうわけだし。うん。そもそもその、使う弦が錆いてたらさ、キラキラしないな、とか。<laughs> そうね、そうね。CQ で上げてもキラキラはしないんだよな、そういう意味では、みたいな。うん。っていうのとかね。 今逆にそこのやっぱり疑問になってしまう理由は一個なんとなく分かるなって思うのはさ私とかってなんか昔はさ昔はって言うとなんかあれだけど始めた頃ってはい、はい、エンジニアさんに全部お願いしてたのよやっぱりそういうことができたっていうのが正解かなだから自分でそのミックス的なことを考慮しなくてよかったから、うん その分自分のやらなきゃいけないところ、曲作ってからアレンジケツまで、うん、っていうのに納得できるところの着地点を探すっていうやつをやってたのよ。はい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 。そこの延長にこう上積みでミックスダウンとかっていう、うん、トラックダウンの要素が今乗ってきてる感じなんだなんですけど、イメージ的には今って全部が並列にやっていかなきゃいけないじゃん。うん、これから始める人、最近始めた人。 そうすね。歌てみたいなね「DW」前提でっていう話になるとそうするとミックスの方がなんか万能に見えるよなっていうのはある、うん、そうだよね実際そんなふうな感じのやっぱお話を受けたりとかする時もありますもんやっぱりうん、うん、ねあとはミックスでんとかなるんでしょうみたいな「いやいやいや待って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 」みたいな「待って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 み」みたいな感じだっそうなんだろう 僕らの世代よりちょっと上に行くと、うん、の笑い話で昔よく聞いてたのが、うん、あのアンプの音あ後で変えといてとかっていうのはよく聞きましたねあ,<ー>あのレコーディングでできるんですよねみたいな <laughs> <laughs> それはまたちょっと違う話よ<や>みたいな感じになっちゃいますよねまあでもねそれこそ、ね、やっぱその技術というかテクノロジーがこう <laughs> だいぶねなっちゃったのもあるから、うん、まあでもここをそう うん、私たちの年代でもそう感じるってことはもっと広いレンジでみたいなもっと変わってると思うのでそうですよね、うんうん、難しいなって思いますしうんなかなかどうしてってとこではありますけどね、うん、やっぱでも考え方もだいぶ変わっていかざるを得ないのではっていうふうにやっぱ思っちゃうとこではあるんですけど、まあ、でもそもそもうんまあでもね、うん、その中で言うなあればやっぱもともとはその分業体制でやってたものだから うまくそう、うん、次にパスできるような,さなんかものづくりをしていかないと後で全部なんとか取り返すっていうのはやっぱどうしても難しいよねい難しいですよねうん多分今過渡期なんだと思うんですようん,うん、うん、その分業っていうのが当たり前に行われつつもうそうじゃないシーンも出てきているというかうんそうですね今後どうなってるのかは知りませんけどうん,うん、うん、知りませんけれども、うん 求められることが増えているのは間違いないけどきっともう一周しちゃえば全てがフラットに見えるフェーズも来るのかなとは思わなくもないですね。って通じるて何かニューエイジみたいなそのミックスダウン今は作曲アレンジミックスダウンってこう積んでいく感じの考え方したじゃんどうしても。でも実際の作業ワークフローとしては曲作りながらミックスもやってるしアレンジしながらミックスもやってるし。 アレンジしながら曲作るしみたいな感じでうん、うん、ごちゃごちゃになってるじゃん。うん、っていうのがななんでしょうもう一周するとそれがフラットになるんじゃないかなっていうそのミックスダウンっていう、うん、作業工程自体を個別に考えないっていこともできるんじゃないかなというか何<ー>て言ったらいいでしょうねあいや言うてることは何となく伝わってきた、うん、そうな気はしますねどうしてもね今のか概念というか今勉強したりするとうん,、うん、なんかそういう流れですよみたいになっちゃいますけど関係ねえっていうところもあると思うんですよやっぱ うん何の話してんのか全然分かんないですけど。<laughs> ですし、なんかこう無理やり言語化しようとするとこうごっちゃ返してますけど、今。まあでもね、どっちにしても、その、すまあ、兼業しないと、変な話、今、渋いですからね、相当ね。うん、バージョン的にねに、うん。作曲家さんだけっていう状況になっている人っていうのは、すごい限られているんじゃないかなっていうふうに、容易に想像がつきますし。 はでそこで冷静に考えると分ける必要もないじゃんっていう、うん、そのやんなきゃいけないことが多くなっちゃうけれどもうんうん、うん、完成図見えないじゃないけど見えるとは思うけど見えやすくなるしね、うん、ラフミックスとかだってそうじゃないもともとはこういうふうな完成形になろうと思っている中のものですよってことだからさ。 そうですねなんで、うん、どこまでも自分でコントロールできるっていうのが一人でややっぱりメリットだと思うのでうメリットで,あ,、まメリットでもありでメリットだと思いますけどねそうだねだから最近そのさ何でもできるような状況になってきてさ皆さんの、はい、皆さんというかまあ僕も含め勉強していった上でそのある程度マルチにできるようになっていくじゃないですかだけどその分手数がやっぱり増えることによってさ、うん、そもそものその集中しなきゃいけない環境づくりみたいなさ ところがさ、三万、うん、になっちゃったりとかするパターンも、変な話あるよね。集中力というか。ああ、主軸をどこに置くのかがぶれ。そう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 。すごいシンプルに言うとさ、まあ、僕のパターンで言うと、もともとベースしか弾けなかった状態だったんだけど。はい,はいはいはい。だけど、逆を言えば、ベースに対しての集中力みたいなものがすごくあったわけよ。人にボタンを押してもらったりとか、してることによってね。うん、ベースだけやってれば、よかったからね。ねそ,うそ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 う。いや、その状態を、今。 いろいろこうエディットしながら収録しながらっていう時になってきて、うん、その知識とかトラブルが起きてもすぐまあある程度対応できるようになっていった状態でさその集中力いやでもやっぱりどうしても削られるよなっていうふうにたまにぼんやり思うんですよ。へえ<ー>。んだろう。目の前のことだけに集中できることの方が良いものができたりするんじゃねえかみたいな。っていう単純な発想うね。だから分業っていうのも悪いもんではないよなっていう。 知らないことが何、ね、て言うのか全て悪ではないような気もするというか、うんうん、知った上で私はそこは取らないよっていう風な感じになんていうのかなやれるやり方まあ知るための勉強ってことですよね逆を言えばそうだねうんっていう風なのもなんかある程度あってもいいのかなっていう風に思う気持ちはありますわ最近難しいねそうそう結構難しいどっちにも取れるからだから何て言うのかなマルチになっていくことが悪ではないと思うし僕もむしろどうしろどっちかっていうとね マリオカートのマリオみたいなあの平均的性能の方にどっちかっていうと寄ってる側なのですごいねなんか 10, 10分ちょっと前まで、うん、なんか料理の話してたのにね <laughs> 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 コロコロ変わるテーマ変わってはないと思うんだけどな <laughs> でも結局采配の話とね素材の話とみたいな感じにはなってるかなそうだねえ面白いですよねだからその立ち位置自分の立ち位置を見た上でこう どういう風になっていけるといいのかなっていうのを考えるとた、うん、まにんていうのこのあれって思う時もあったんですけどでもやっぱり、うん、あのー、ねどういう立場で楽しむかとかどういう風に打ち込むかとかっていう意味でもものを一回知るってことはね知った上でやらないっていうのはでけえなみたいなそうですねそうですねそういう意味ではね、うん、よしじゃあ無理やりちょっと話をファンシーな方に戻しましょうはいはい最近お気に入りのおやつあるお気に入りのやつ <laughs> いやいやいやお気に入りのやつはね最近はねうん最近じゃないやばい今リバイバルヒットですわアルマンドですねブルボンあああああれいあれやばいよでもさそれさどこ行ってもあるお菓子だよねあのあの何う。バカウケとともにそう雪の宿ポタポタ焼きアルマンドハピタンあとよく分かんないチョコ なんだっけホ,ホワイトロリータだっけあ,あるねあるあの辺もとてつもない、うん、なんだけどあアルマンドあのなんかパイ生地がスパスパって入ってるようなやつでチョコかかって固まってるんですけどルマンドねあルマンドかルマンドだ、うん、アルマンドってなんだ <laughs> 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 それシャンパンだわ <laughs> ごめんなさい <laughs> 間違えた <laughs> 全然違ったわ <laughs> そうルマンドだルマンドねそうそうそう,そうあれすげえうまいっすね美味<ー>しいよね 好きになってきたかもしれないですよ。<laughs> 意味わかんないな <laughs>。いや何、何の話ええ、おやつの話っすよ。<laughs> <laughs> チョコレート、うまいぞ。いや、知ってるよ。いや、俺、あれだよ。だって、鈴木家持ち込みでチョコレート食べてることなんてほとんどなかったと思うんだよね、俺。ああ<ー>、ギャギャバぐらい言われるとそうかもね。ギャバぐらいしか食べてない。もうだから、なんていうの、うん、あの、ストレスとかなんとかみたいな。なんか、緩和するための、みたいな変な、なんていうの。肺、なんていうか、74%とかさ。健康に良さそうなやつみたいな。うん、なんか、ちょっと薬みたいなね。 僕が苦手なやつね逆に頭だったんですけどうんそうそうそううん最近うまいなみたいな美味しいようんそういう意味ではあんことかもね最近リバイバルしてるんですよねあんこあんこたい焼きああたい焼きも今おしゃれなのいっぱいあるからねうんんかおしゃれなのいっぱいあるしさカリカリしてるんだもんコンビニでも買えるんだよね今えそうなんだ焼きたてじゃないけどさそれこそ白いたい焼きとかローソンとかあるじゃんもちもちのやつってことあ売ってんだ うん、あ見てねえってことないじゃんね多分ねな,いなんかなんだろうえっと普通のたい焼き屋さんで買うなんだあの今川焼き的な、うん、大判焼き的なたい焼きではなくてんかたい焼きの形をしたお菓子みたいな何かってなるやつだよね多分ねそう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 ,そう,そうあうまいねうまいねとかっていうのがあるしはい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 あれも流行ってから定着したんだねじゃあ結局ね あのもちもち系かな最近のさクリームバチバチに詰まってるやつ食べたマリトッツォみたいなやつマリトッツォは知ってるよ食べた結局俺食べてないんだよあれあれはね見た目を楽しむお菓子だよあそうなんだだってさあのパンにクリーム乗ってる感じなのよ要は身も蓋もないことを言えばそうなんだそうだよんかさ断崖絶壁みたいになってんなって思ってたんですけどあれはなんかあの コッペパン、クリームパンですよ。<laughs> あ、そうなんだ。生クリームパンですね。なるほどね。だから、あの見た目的にはすごくなんかさ。うん、お、す、スペシャリティじゃん。うん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 。味はね、想像のままだよ。ですし、思ってる以上に多分パン。あ、じゃ、割れちゃう。<laughs> 危ない、危ない。クリップするとこだった。多分ね、食べたらわかると思う。瞬間的に早くなかったでしょもう。 いやなんか最近だいぶなだらかになったような気が瞬間風速は,は高かったけど、うん、急になんか効かなかったじゃんそうだねそれはねみんなね見た目ほどうまくないっていうことが分かっちゃったのかな分かっちゃったのかななんかねあの辺鈴木亭でも出てこないよなって思って意外とうち我々で食べてる時のやつって意外と和菓子が多い気がするんだよなーああそうかもねそんなことないか <laughs> なあ シベリアは和菓子ななのかこれぜひあれですねあの賛否を問いたいですねあのリスナーの皆様に<ー>洋菓子なのかな和菓子なのかなあれ絶妙であれも絶妙ですよねかつてあんじゃああれは洋館にパンが挟まってるカステラを洋館でつ包んでるっていうあそっかそっかそっかうんだからカステラが入ってるから洋菓子なんじゃないですかあ<ー>知りませんけど 洋菓子の基準ってどこにあるんだろうねわかんないね洋菓子ってなんだろうねって今なんかゲシャルド崩壊みたいな気持ちになってきたものてちょっとうーんま個人的にはまあ,あれですよシベリアより洋館パンの方が好きですけど、ね、やっぱり数年ぶりにあの北海道メーカーじゃないですけどソウルフードと言われてるやつなんあなんか前送ってくれてたやつかそう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 パンの上に洋館の薄いのが貼り付いてるんですよで、うん、ちっちゃい頃は なんだこのつまらんもんはって思ったんですけど今食べたらめちゃうまい、うん、えそれはさでもさシベリアじゃないのシベリアは羊羹の厚いのがかってるじゃないですかあの挟まってるじゃないですか、ええ、食べ応えありますよね、ええ、違うんですよ、まあ、基本がなんていうかコッペパンみたいなやつにうんえっと切り込みが入っててちょっと薄くクリームとか入ってて、うん、で上になんか羊羹んベローンって薄いやつがついてるんですよだから食感軽いんですよね うん、なんで菓子パンみたいな感じですね本当。えそれはさじゃあシュガートーストみたいなのに近いのもしかしたらそうかもしれないシュガそこがシュガーじゃなくてあんこだぜあ羊羹だぜみたいなうんきっとなるほどねだから食パンにあんあだから羊羹があんなにさ薄くなるんだったらさ俺自分でやりたいなって思うもんって見事,見事に売ってないんだもんだってこっち <laughs> 北海道ショップみたいなとこ行ったらあるのかもしんないんだけど、サテライトショップみたいな物産展とかさ、あるかなでも、あんなもん売れるのかなあんなもんってったらあれだけど、も,もう長らく忘れてて10年ぐらい。うん、もう存在そのものを忘れてたんですよ、頭の中から。で、ある時思い立って、それこそシびリアかなんかの話してるから、うん、こんなのあったな、みたいな。で、そうそうそう、もうご実家にですよ。もう、電話して、うん、<laughs> すまん、洋館パンを大至急送ってくれないかっ、つって。うん、で、 届いて感動みたいな何種類かに分けてて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 て持持っっっっっききややるるるわわわわみたいなだ送言れすごいよねでもさ、うん、うちは逆にさ関東の出身だからなんかねそのローカルな食べ物っていうのはないんですよ何かしらあるでしょないないないマジでない何かしらあるでしょうよど,どこまで鈴木さんのやつを公表していいのか分かんないから言うに言えねえけどいやないと思うよ 例えば今神奈川県民じゃないですか、うん、はい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 神奈川県横浜市のこれって食べ物って何、はい、ダブルマロン何それえあ,れあれでもお菓子だなあれあれですよあの船のやつですよええちょっと待って名前出てこないなんだっけ<れ>なんだっけあれあれえよハーバーああそうそうハーバーハーバー,ーハーバーはでもあれだねどっちかっていうとちょっと和菓子だもんねそう,そういうことじゃないんだよなちょっと待って、うん、でもあ,あれさ、うん、どこ行ってもあるじゃんあの テイストのやつっていや言ってやるなよ <laughs> やめろよそういうこと言うの <laughs> 大に感動したんだから,ら <laughs> あのひよこだって似たようなもんじゃん形違かさコンセプトはさ <laughs> そうだねそんなにそんなに種類ないじゃんお菓子とかのさそうだねだその北海道とかって<う>ん,なんか特殊な食べ物がやっぱり多い気がしますよ <うん S 1> 北海道のなんとかとかってあるじゃんはい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 だ九州とかもあるよね九州なんとか うん、なんとかみたいなある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 それに対して関東なんとかってないでしょ、うん、いやあるんじゃないのこれきっと知らないだけなんじゃない我々実はあんじゃないの本当にだって東京ならではのって土壌とか言われた時に食べたいかってなるしああ食べないでしょ <laughs> 土壌は食べた <laughs> だからそれさ上京してきて、うん、こういうのがあるらしいぞみたいなのよりじゃん,そうそうががんちょっと頑張ってしまう結果になった結局 で結局さでもさそ日常的にっていうのではないじゃないですかそうですねないないですよ <laughs> 日常的に土壌食いてなラーにはなんないっすねなんないすっぽんもないっすねでもさそのあんこあんこパン羊羹パン、うん、は日常的にソウルフード的に食べてるわけじゃんカニパンみたいなもんよ、うん、なんかあるじゃんそういう豆パンとかさカニパンとかさ、うん、みたいな感じの流れのノリであるうん うなんかのローカルソウルフードみたいなってのはあんまりないんですよねだから<ー>その名古屋のあんかけパスタみたいなはい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 あるじゃんなんかさー、ね、あー名古屋ねみたいなさ味噌カツみたいなあんまない気がするんですよねそういう意味では、ねうん江戸前のお寿司とかは、まあ、江戸の味だなってうのは思うところはありますよあれ大阪がでかいんだっけ 江戸がでかい、ね。<え>でかさじゃないの。うん、江戸前で。味付けが違うよ。なんかね。うん、締め方が違うのかな。ええー、大阪寿司食べたこともしかしたらないかもしれない。気がついたら江戸前って書いてる残りが立ってるとこしか知らない。うん。残 <laughs> りというか。ああ、でもそうか。味が違うというか、作り方が違うのか。なんかね、違う気がしますよ。ええー。まあ、何が違うのか知りませんけど、はいはい、そんなに詳しくないですけど、ね。そもそもね。 お魚あんまり得意じゃないですもんね <laughs>。ええ。ええ、そうなんでよく知ってんな、それで。すごい。ええー。なんかないのかなでもなんかに、ね飴とかそういう、なんか、街にあるものを深めているイメージ。和菓子屋さんとかもさ、うん。なんだかんだとてつもなく多いと思うんだよね。街の規模がさ、ギュってなってるからかもしんないけどさ。めっちゃ人が多いからかもしんないんだけど。うん。 こんなに駅をさ一駅ずれたのもさ絶対にさあるじゃんうんない駅ってあんまり都内側だとしかも老舗だったりとかするじゃんすぐそば、うん、やったことこそうだけどそうん、でもちょっと違うかなんかこれしかないみたいなやつ確かにあんま俺わかんないかもしれないな例えばさ、うん、北海道に行こうって行ったらさはい、はい、北海道って言ったらあれ食べたいよねみたいなのがあるじゃんジンギスカンだったりはい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 、はい、焼き鳥 もろこし豚的焼き鳥だったりとかああ焼き鳥といって豚串が出てくるんですねそう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 ,そう、うん、だあれ釧路函館かあ、まあ全国的にそうっすああ全国的,あの全道的にそうっす、うん、あの旭川ラーメン食べたいとかはいはい,はい、はい、あると思うんですよはいはいはい、はい、でもじゃあさ東京に来て何したいた何食べたい逆に <laughs> 北海道民で過ごしたことがある堀田先生に問いたいなんでしょう <laughs> 東京行ったらやっぱあれ食いたいよねみたいなのあるデニーズだろう <laughs> ほら <laughs> おかしいでしょいやいやそ,<れ>そんなことないんだって本当にそうなんだってだからないんだもんそういうのう渋谷行きたい原宿行きたいは聞くよえご飯って東京に来て、うん、最初に感動まで行かないけどあ、うん、ったのはそのファミレス文化だなでも今は,も今,は今はそんなことないでしょいや特別感あるよやっぱり俺あ本当に多分あのさっと入っていく人たちをちょっとおおってなるよやっぱり。 大手屋とかは秒で入れる飲み屋も全然いけるどこ行ってもさファミレスあるじゃんだからあのえっとなんだっけなんだっけファミレスデニーズガストもっとあるじゃんんかそのロイヤルホスト全然いけない怖くていけないサイゼリアとかはいける安いサイゼリアは何度も命を救われてるから俺ココスとかいけないいけないもうちょっと高いやつあるよね多分ねロイホの手前ぐらいのやつあるよね多分 だろうとなんだっけジョナさん<ー>とかも行けないあでも私そういうので言ったらファミレスに一人で入れない人なんであそうなんだ、うん、ファミリーって書いてあるから一人で入るのああ<ー>んか躊躇しない <laughs> いやそれもあるのかもねだから大人になったなっていうか都会の人になったような気がするって思った時は、うん、朝なんかホットサンドみたいなやつを。 ガストで食べながらなんか打ち合わせとかしてるときにこんな景色は俺は北海道に絶対なかったぞと思ったのえそんなことするのでも <laughs> 多分調子に乗せた、ねま、ったんだよホットドッグ食べてる感じでしょそれそうそうそう,そう <laughs> だからちょっと意識の高い生活してみようと思ったのか分かんないけどでもやっぱりねファミレスに入るのはねいやあっちにもあるんですよ全然ありますあります、うん、あるよねトンデン知ってるとかまあいろいろあると思うんですけどなんかなんだですかねあのデニーズとかになってくるとあれですよあの 東京ドライブとかって、まあ、漫画多分あんま詳しくないかもだからちょっとあれですけど、うん、とかの中で出てきたりとかまあいろんなそのなんていうんですか漫画とかの,あの要は都内を題材にしているものあるじゃないですか GTO とか分かんないかなえっ、ー、とあとなんかあるかなまあいろいろあったんですけど、うん、ドラマでもいいんですけど、うん、そういうのが出てくるわけですよ、うん、そのロケ地みたいなところにポンって出てくるわけじゃないですか,、うん、か渋谷のなんかエンドラッグストアみたいなとこにバンとあってみたいな、うんうん、ここだみたいな。 ああ、なるほどね。なんか、なんか聖地巡業みたいなやつってさ、まあ、最近よくありますよね。そのアニメとか見ていらっしゃる方で。それのバ,、うん、バージョンみたいなもんですよ。だからライブハウスとかも全部がそんな感じになる。あ<ー>あ。これは、ヒュースに書いてあった6名感だ、ね、みたいな。<laughs> とか、そんな、<laughs> ん本当そんな感じないよ。ロックメイカ感ね。そう,そうそうそう、とか、うん、もうそんなんですよ。当時見てたものの、 あの何、ー、て言うんですか行けないじゃないですかまあその軽々しく高校生とかだとさとかみたいな感じのところがやっぱ、うん、全てあるので、うん、土地そのものが特産品みたいな感じになってるくだりはあるかもしれないなるほどねこれがマルキューってやつだみたいなとかねあ,あそっかとなるとじゃあさこれが清水寺かみたいなのに近いのかな近い近いっていうかそう食べ物とかもそうなんかもうそんな感じになる <laughs> でもそれがさファミレスって悲しくねいやうるさいな <laughs> <laughs> なんかしなくて、うん、なんかさそうなるとさ割と思うんだよあのはい、はい、首都圏銀行のこの色のなさ色のなさうんあの特産品ってことそう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  あまあそれは何だろう、うん、その長いスパンで見た時に江戸時代になってからじゃないこの辺が栄えたのってはいはいはい、はい、うんいそこからこう入ってきてるからっていうのはあるのかもしれないよいろんなああ、ね、外から入ってくる分化圏だと思うんだけどだ、ね、この辺って結局さそれにしてもなんかその代表するものっていうのが弱くねえかなとは思うまあ無理に作る必要もない からっていうのはあるのかもしれないけどね。うんとも思う時はありますね。<っ>なんかいろいろ地方行くとさ、うんうん、楽しいこと多いんだもんやっぱり。そうだね。うん、やっぱ福岡行ったらあれ有名ですよねみたいなはい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 。あるじゃんみたいな。<う>みんな明太子買うじゃんみたいな。そう, <laughs> そういう意味ではやっぱりあれっすよ。あの最初の土最初でわーってなったのは浅草あたりの電気ブランっていうあのお酒だったりとか。うん 屋台の焼きそば屋だったりとか、うん、焼きそば屋さんんっっっていいいうのはやっぱりななかかたんじゃないかなお好み焼きそば屋さんの中に焼きそば屋さんとかがあったりとかしたんですけども、うんじゃもまあなかったしもんじゃもだからその何て言うんですか,わ月島とかの辺だもん、ね、そうそうそうだし何かそのなじんできてからというかいろんな方々の都内に住んでる方々と仕事して終わった後に食べたりとか、うん、たまに会ったりとかした時に、うん、この区内ではこういうやり方をするみたいなおっ 区で違うみたいな足立区ではこういういいやり方みたいな <laughs> それはでもかなりさ特殊だよねかもしんない <laughs> 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 でもそれでやっぱ東京を感じるというか <laughs> お<ー>すごいみたいない町会文化っていうのがさ北海道にはないから、うん、あ,るあるけど町内会っていうのはあるけどこっちでみたいなその何とか区のおみこしがどうとかみたいなやつもやっぱなかったしーへー 三者のやつはこういう感じの雰囲気の話でみたいなのもやっぱないんですよね。なんてろくびみたいなさはい、はい、おじいちゃんとかがさ発揮きてる感じもやっぱなかったわけよ。うんうん、<laughs> なんでああいうのはやっぱりすげえなーっていうふうにかぶぶん、ね、食い物とかっていうよりかはなんか丸,丸ごとなるかもしれない。うん社会科の勉強が他人ごとに聞こえてたんだよ割と。となんか江戸文化とかあと「はあ」みたいな「いやだって東、うん、北海道だし」みたいな。 なるほどね知らねえよとなっちゃうんですけどそれがすべてプレイバックされる感じですよだから歴史を見ているみたいなそう家の作り方違うからねああまあ確かにそれはあるかもねでも本州とっていうのはあるないかなあるだから最初は海で隔てられてるじゃん九州四国北海道ってそこを変わる超えると なんか空気がパッて変わる感じはあるんですよだからねだかそのね行く時僕いきなり東京来たわけじゃなくて広島行ったんですけどこの先食べたくて <laughs> それはそれは頭おかしいよね、ええ、いや食べたかったんだもんだってなかなか行けないじゃんからさでもさ住んでみないとわかんねえじゃんそういうの <laughs> い多分ねこれ聞いてる人ははあって言う人が大半だと思うんですけど <laughs> そうかなこの人は北海道から東京に出てきたくて <laughs>、うん、引っ越したのが広島ですからねそうですね ちょっとおかしいいや食べたかったんだもんだって、うん、あの観光地の味じゃなくてさなんか土着のやつ行きたかったんだよなんかいやいいけるじゃんそんなのいやなんかちょっと本気のやつ <laughs> みたいな, <laughs> <laughs> なんか分かんないけどそんな感じですげえ郊外のところに行ったんだよね、うん、しかも <laughs>。<laughs> <laughs> もう修行みたいな感じですよだから <laughs>。だけどでいやめちゃくちゃうまいですよやっぱり <laughs> っていう風なのを満喫して帰っていった <laughs> でもなんかその時に思ったのはやっぱりその気候もそうだし住、うん、環境もそうだしそもそも蔵とかっていうものを、うん、俺は歴史ものあの大河ドラマみたいなやつしか見てなかったわけよ、うん、なんだけどやっぱり河原があるお家で蔵があってとかっていうのはやっぱ見てなかったからね 感動したよ、ね、やっぱりあこれ家紋ついてるのってこれだみたいなあそんなに文化が違うんだじゃあ、うん、北海道ってあのあっちは北海道はあのそもそも、うん、えと下の何ですか道路に対し何ですか地面に対して、うん、あの底上げされた状態にするんですよねまずそもそも家の造りが直で入らないんですよ。それで断断熱熱です<ー>熱断熱するたために、うんうん、少し底上がった状態の あのコンクリートかなんかで固めて作るんだと思うんですけど、ちゃんとわかんないけど、おうおうでこう住居みたいなことになってわけだ、ね、でまあ、そこまではいかないけどまあそんな感じの雰囲気ですな。ちょっと底上げた状態になってからで家に入る前にあの門、ーうん、じゃないですけどその、うん、ま,あまたこれまた防寒用で一個ガチャって何ですかねちょっとしたスペースみたいなのがあったりとか、雪よけのスペースっていうんですか？うんうん、カラカラカラってこう入ってって、うん、さらにドアがあるみたいなっていうのがあったりとか、まあ全部がそうではないんですけど結構そもそも上が なだらかに河河原じゃないそそも,そもら潰れちゃいそうだもんね雪とかだとそう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 ,そうこれ本当に張ってるんだって俺だって都内に来てからですよってか東京行ってなくて本州来てからですよ河原って本当に張ってるんだっていうあなるほどねそう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 それまで,であの上で溶けていくやつだったりだのうまくずれるようになってるやつだったりだのうん、うん、みたいな感じだったんで住環境が違いすぎてああまあそれはあるかもねうん うん、本州には蔵があるが、うん、北海道にはサイロがあったりするわけですよ道東側だと <laughs> サイロサイロって言われても分かんないでしょサイロっていうのは <laughs> えとサイロ自体は知ってるようんあのなんていうの丸いやつだようん、うん、サイロとかがあの実家のそのじじいの家のにはあったりとかさはあすんなようんうんうんみたいなだから見えてる景色が全然違ってね面白かったですけどねなるほどねそうそうそうもうちょっと勉強しておけばよかったなってその時思いましただから そういう歴史史ととかか日本史とかいやでもさあれじゃんちょっと離れたところに行くとさ <うん S 2> 東京とかだって <うん S 2> 歴史感じられるのすげえいっぱいあるしある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 あのパッと見えないだけで目線をちょっとね2 0ンチぐらい動かすとこれは江戸時代のみたいのがいっぱいあるからあるすげえ面白い町だと思うんですけどね。<うん S 2> <ん>でそれが表にガーンって出てるのがその地方の観光地みたいな <うん S 2> 京都みたいな。確確確かかかに確かにに だけであっの江戸の江戸って言うとあれだけど、うん、江戸ってとあれだけどうん、うん、あそこってさなんか全然違う話してるよね今ね <laughs> 大丈夫だよ何川だっけ日本橋から乗る船のツアーとか超楽しそうで、うん、水上バスの話してるそ水上バスじゃなくてねの船 <laughs> 船本当。渡し船みたいなのまだあんの渡し船じゃ渡し船はあそこにあるよあの矢切矢切の渡しだ そう,そう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 。すげえ。トラさんのやつだね。はいはい,はい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 。で、トラさん見たことない私が言うんですけれどえー。見たことねえんだしかも。うん、ないね。お正月で大体やってそうなもんなのにな。もう最近でこそあんまないけど。うん。なるほどね。釣りバカかトラさんみたいなとこ、<laughs> 世代やったからかもしんないけど。ちっちゃい頃よくなんかね、流れてたけどね。いや、なので、うんうん、えっと、あるんですよ。うん日,本日本橋から乗るやつが。 アンドロメダとかそっち系じゃないんです、ね、なんかあのー、あれなんだっけ日の出橋かなんかから出てるんじゃなかったかなあこれだ神田川クルーズえー、っていうのがあって、えー、今やってるのか分かんないですけどねこんなご時世なんであまあそうですよねちょっと厳しいかもしんないけど290分で、うん、大人2500円で乗れるんですけど夢あんなあ予約土日はやってるよへえーで結構 結構面白いですよえあの神田川っていろいろ回れるからお茶の水の下とかさあそこも,もう川でしょそうだねとかっていうのがあるので結構面白いと思いますよというへえー、面白いとこいろ、ね、んな色あの、うん、クルーズ系はあるんで <laughs> 石垣とか見れるよはい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  屋形船も行きてえなあ今年はって思ったけどまたなあコロナなんだよなあっていう <laughs> そうだねあの辺も東京なイメージありますけどね <laughs> うんそういう意味でいくとなんか割と船っていうのが一つ江戸はテーマになるのかもしれませんよとにかく橋が多いからねうん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 、うん、そうだよね完全に脱線しきったね <laughs> <laughs> おおってなってたもんね普通に楽しいやつだこれと思ってそうだねえ 三崎橋まで回って後楽園の下を通って両国経由で帰ってくるとはあなんかそれメンズだけで言ったらなんかすごい渋いツアーになりそうだななんかデートプランなんじゃないのそれどっちかっていうといやあそんなことないよそうなんだわ若い人からあの5年配までああ <laughs> うん結構いろいろバラエティーに飛んでってどっちかっていうと女の人が多いかなあそうなんだねええーうん、見てる感じええー、まあぜひあの検索してみてください、はい、こんなに 橋あるんだっていうすげえ古い橋とかいっぱいあるんでそう言われるとねだいぶ興味が湧いてくるね万世橋とかは,まあ有名はいはい有名よね秋葉の辺りね、うん、あれね,ね今はなんかハンバーグのイメージは強いけど <laughs> 肉の万世が <laughs> <laughs> まあこんなところですかね <laughs> はい というわけで今回は、まあ、このグラグラした感じになっちゃいましたけど。<laughs> ちょ関係ない話しかしてない。<laughs> まあまあまあ、あのレクリエーション会でございました。今日でも聞かなくなるという人が出ないことを願っております。<laughs> まあまあ、いいでしょう。たまには許してください。はい。というわけで、えー、今回のポッドキャストについての感想、ご提案等のコメントをお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は、YouTube のコメントに。 ポッドキャストでご視聴の方はツイッターもしくは、えー、ホームページのお問い合わせまでお気軽にコメントをください、えー、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございましたありがとうございましたあ今回からちょっと試験的に、うん、YouTube のメンバー限定のアフタートークっていうのもちょっとやってみたいと思いますのではい、はい、また別の動画でアップします、はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました